まず基本となるスラップフレーズの解説です。一章説明、まず4弦開放弦を3分します。ハンマリング1フレットで、ゴーストプルで、ゴーストサムゴーストプルで、3弦1フレットを3分してハンマリング3フレットします。これを2回繰り返します。はい、で次の小節です。3弦開放弦を3分して4フレットハモリングで、先ほどと同じようにゴーストサムオクターブをプルで、ゴーストサムゴーストプルで、3弦開放弦をサムしてハモリング1フレット、もう1回開放弦ハモリング3フレットで、この次も同じようにゴーストサムプルオクターブをプルしてゴーストサムゴーストプルで、 2弦の1フレットをサムします。続けて弾くとこんな感じになります。はい、では今の2小節の、左手アップを弾いてみます。はい、右手アップで弾いてみます。こんな感じになります。はい、では3小節目に入ります。3小節目はの前半は先ほどの1小節目と同じ動きになります。ダラッペツペレまで一緒で、次、ゴーストサムを挟んで2弦1フレットをで、4弦1フレットを3します。ゴーストサムプルして、3弦3フレット3。続けてやるとこういう感じになります。はい、次のフレーズはロータリープラスツープルが入ります。ここは結構難しいです。で、開放弦サムしてハンマリング4フレットした後に、ここのオクターブで、サムダウンアッププルプルツープル。こういう感じです。で、最後にサムを弾きます。一番カッコの最後のフレーズがこのようなフレーズになります。はい、それでは今までのところを左手アップで弾いてみます。はい、それでは右手アップで弾いてみます。はい、こういう感じです。はい、2番カッコの最後の2拍だけ、フレーズが違いますので、そこの解説をします。3弦開放弦をサムしてハンマリング3フレットで、オクターブ上をプル、次に2弦開放弦をサムで、小指左手小指で5フレットをハマリングで、1弦3フレットをプルで、同じ音をサムでハマリング5フレットです。こういう感じになります。はい、ということで今回解説したフレーズを続けていくとこういう感じになります。解説していきます。はい、前半部分は昨日解説したイントロ部分の後半部分と一緒です。で、次の部分の一番最後のカッコ2のフレーズの解説をしようと思います。最初の2拍はイントロ部分と一緒です。で、後ろの2拍はサムアップダウンのこういうフレーズです。はい、ここまでだと解説が短すぎてしまうので、次のインター部分を解説しちゃおうと思います。ルートをまずサムアップダウンします。で、この場合は3弦の3フレットをサムアップダウンで、2弦5フレット人差し指でプル、1弦5フレットを中指でプルします。こういう感じです。これを4回やります。右手は人差し指でルートを押さえて、残りの2つの弦は小指で制覇しています。はい、右手はこのような動きになります。はい、次は3弦9フレット、2弦10フレット、1弦11フレットをそれぞれ押さえます。僕は薬指を使わないで、人差し指、中指、小指と押さえています。こういう感じですね。で、ルートをもう一度3フレットに戻して、4回
回弾いた後に4弦2フレット、3弦3フレット、2弦4フレットを押さえます。ここのロータリーのツープル部分が結構難しくて、僕の場合はピックアップにもう指を当ててしまって、こういう感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回解説したフレーズを続けていくとこういう感じになります。解説です。はい、前半部分は1回目のAメロと一緒になります。はい、ここまで一緒です。それでは次のおかずフレーズの解説をしたいと思います。はい、こういうフレーズになります。はい、左手はこのような動きになります。はい、右手はこのような動きになります。はい、ここは普通のサムアップダウン奏法で弾いております。はい、次も1回目のAメロと同じになります。はい、ここまで一緒です。はい、Bメロ前の1小節の解説です。はい、このようなフレーズになります。はい、最初のフレーズはサムアップダウンと2プロを組み合わせたこのようなフレーズで、後半がサムアップダウンで、ルート2発、5度上2発、オクターブ上を2発、で5度上2発、というフレーズになっております。はい、左手アップで弾いてみます。はい、右手アップで弾いてみます。はい、このようなフレーズになります。はい、今日解説したフレーズを続けていくとこういう感じになります。解説です。てめん。はい、今日解説する B メロの部分は基本的にサムピングの8分布で構成されています。はい、そして1拍目と3拍目にだけ3連符の裏の部分にプルのゴーストーンが入ります。タガタタッタッタッタガタタッタッタ。はい、前半はこのような感じです。はい、次のフレーズはこのようなフレーズになります。ゴーストプルの箇所が1箇所増えているので注意してみてください。はい、こんな感じです。はい、次はこんなフレーズです。はい、こんな感じです。で、最後はてんてんてんぶん。はい、今回解説したフレーズを続けていくとこれになります。
れでは解説です。はい、前半はこのようなフレーズになっております。はい、この2弦を2プルするとき結構窮屈になってしまうので、プルする指を乗っけちゃってプルしてもいいかもしれません。こんな感じです。はい、それでは次のフレーズになります。次のフレーズはトリプルプルと2プル、3プルと2プルを交互に行っています。はい、こういうフレーズになります。こういう感じになります。はい、次のフレーズは前半で解説したフレーズと同じになっておりまして、その次の部分を解説したいと思います。はい、こういう感じになります。はい、本日解説したフレーズを続けていくとこういう感じになります。解説です。今日のフレーズは比較的簡単です。はい、それでは最初のフレーズはこのようなフレーズです。はい、では手元アップでゆっくりと弾いてみます。この15フレットのライトハンドタッピングはフレットの本当真上をタッピングしてやると気持ちよく音が出ます。うまく音が、力が足りないって人はこのように中指と人差し指をくっつけてタッピングしてやると力が倍増します。はい、次はこのようなフレーズです。はい、ここのフレーズのポイントですが、ここのセクションは実はちょっと跳ねてまして、こういう16ビートではなくてというビートで捉えると気持ちよくグルーヴ感が出せると思います。はい、では右でアップでいってみます。はい、で今回の例続けていくとこういう感じになります。はい、それでは解説です。はい、ノーショーサークルズガールといえばこれみたいなリフになっております。はい、まずはこういうフレーズです。はい、このフレーズも、若干跳ねたフレーズとなっておりまして、はい、このねダーガーダーガーではなくてダーガ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 という風に跳ねさせていくのがポイントです。次のフレーズはそのままオクターブ上で弾いているフレーズとなります。はい、ポイントはこの
キングで鳴らすゴーストノートをナチュラルに鳴らすことがポイントです。はい、では本日解説した部分を最後に弾いてみます。解説です。はい、それでは最初のフレーズから左手のアップで弾いてみます。はい、右手のアップです。はい、それでは次のフレーズの左手のアップです。はい、右手のアップです。次の左手のアップです。3回し目のところだけブレイクが入ります。五段だのとこですね。五段だ。一小節目のこのフレーズのところにブレイクが入ります。そして続けて、こういう風に繋がります。続けて弾いてみたいと思います。まず前半の4小節は1番の B メロと同じですので、そちらを見てください。はい、それでは5小節目から解説していきます。はい、右ではこんな動きです。はい、では次のフレーズの左手の動きになります。はい、右手はこんな動きになります。次のフレーズの左手の動きになります。はい、右手はこんな動きになります。ラストサビ前のおかずフレーズの解説をしたいと思います。左手の動きはこんな動きになります。はい、右手はこんな動きになります。はい、この動きになります。はい、それでは本日のフレーズを続けて弾きたいと思います。はい、それでは解説です。転調前までは1番のサビと全く同じですので、そちらの解説をご覧ください。転調後のフレーズも転調前のフレーズをそのまま1フレット上げればほぼ同じフレーズになります。
右手はこのような形になります。はい、続きの左手の動きはこんな感じになります。はい、このフレーズは1番と違って1弦の開放弦の音が結構際どい音になってしまうので開放弦を使わずに弾いています。はい、右手はこのような動きになります。で、次の2小節間が前半と同じフレーズになりまして、次の3小節目から解説をします。左手の動きはこのような動きになります。はい、右手はこのような動きになります。はい、それでは本日のラズサビまとめて弾くとこのようなフレーズになります。はい、それでは解説です。アウトロの部分はイントロのこのフレーズの、3半音上げたフレーズになります。ここは軽く弾くだけにしておきます。はい、ではこの次のフレーズから解説していきたいと思います。はい、右手はこのような動きになります。それでは次のフレーズです。はい、右手はアップで弾いてみます。はい、それではこの曲の一番最後のフレーズ左タップで弾いてみます。もう右手も映り込んでしまっていますが、右手のアップも弾いてみます。はい、それではアウトローもまとめて弾いて終わりにしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ノーショーサックレスガールの総合解説すべて終わりました。